皆さんこんばんは。今日も暑い一日になりました。子どもたちも水泳、放課後にドッジボール、水泳、いろんな忙しい毎日送っています。そろそろ楽しい夏休み、暑い時期は少しみんな疲れがちで集中力も低下しがちです。良い言葉がけをかけてあげましょう。今日もクラシカロイドに登場するクラシック原曲メドレーを弾いてみます。おなじみの曲ばかりが登場します。モーツァルトの有名なアイデクライネ・ナハトムジーク、ベートーベンの皇帝、パダチェフスカの乙女の祈り、くるみ割り人形、チャイコフスキーのくるみ割り人形です。バッハのトッカータとフーガ、リストの愛の夢、シューベルトのマス、ショパンのノクターン第2番を弾いてみます。ミュージックオン。Thank you.
ここはピアノ教室です。少しずつ基礎を身につけてもっと上手になりたいな、あんな曲が弾いてみたい、いろんな曲が弾けるととても楽しいものです。毎日暑い中、子どもたちも疲れ気味です。無理をしないでできることをやってみましょうね。明日も楽しいレッスンです。良い子の皆さんも少しずつ興味のある曲、できることを楽しんでみてください。